どうも、ひとりでーす。今日は、2022年8月9日、朝ね、9時ぐらいです。はーい。はい。セナちゃんと、昨日捕まえてきた、里くだまきもどきを今見てまーす。これでーす。こいつがね、里くだまきもどき。でかいでーす。はい、セナちゃんじゃ、はい、お出てね。はい、お出て。はい、おで乗っける？すんごい飛ぶんだよ。今、せやちゃんの顔にビュッと追いついたんだよ。はい、おで、はい、おで。優しくね。オッケーよ。はい、オッケー、オッケー。はい、うーっと、飛んだんだよ。飛ぶんだよ。飛ぶんだよ。よし。すぐ飛ぶんだよ。めっちゃ飛ぶんだよ。はい、おで、はい、おで、はい、はい。ゆっくりゆっくり。はいね。はい、おで、はい、こっち来て。うーし、飛んだよ。ほら、って、飛ぶんだよ。飛ぶんだよ。飛ぶんだよ。飛んだよ。ほら、超これ、ほら。え、超飛ぶでしょ？くだまきもどき。里くだまきもどき。はい、くだまきもどき、超飛びまーす。めっちゃ飛びまーす。飛びまーす。飛びまーす。すごい飛ぶね。くだまきもどき。ほら、ペンちゃん。くだまきもどきだよ。すごいでしょ？くだまきもどきはね、肉食なんだよな。うわ、でもくだまきもどきあれだ。これもしかしたら草食かな？だだだだってちょー。草食うのかな？なんで？あれがない。飛びどきがない。前足と中足に肉食のさ、いるよ。肉食のさ、肉食のキリギリスって餌を捕まえるためにさ、こう前足と中足にさ、トゲトゲいっぱい入ってんだよ。これない。あ、そう、それはいいけど。ってことはあれか、これすごい飛ぶよ。いや、無理無理。はい、熊の木。はい、熊の木です。無理無理。これ熊の木ね。これって肉食じゃないのかな。前足と長足にトゲトゲがない、トゲトゲないんですよ。で、肉食系のキリギリスっていうのは前足と長足にトゲトゲがあるんですよ。獲物をこうがっちり捕まえて離さないから。それがないんですよね。はいはいはい。ここいるよ。こっちほらほらいるじゃん。ほらこれヤブキリ、ここにいるよ。ヤブキリオスいるよ。ヤブキリよし。クラマキモノキって草食なのかな。どうだろう。ここいる。ここいる。ここいる。いるでしょ。ここいる。いるでしょ。いいでしょ。はい、ということで、とりあえず動画ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいねもよろしくお願いします。ではまた。